国内ラグビー最高峰リーグワンのディビジョンワンに参戦している三重ホンダヒートは、静岡県で静岡ブルーレブズと対戦し、14対43で敗れました。またサッカー日本フットボールリーグ JFL の第5節リーグ戦、ここまで2勝1敗1分けのビアティ三重は、愛知県で FC マリアス岡崎と対戦し、2対1で勝利しました。